カール・シュミットは、ドイツの思想家、法学者、政治学者、哲学者である。法哲学や政治哲学の分野に、大きな功績を残している。1888年、ドイツベスト・ファーレン地方のプレッテンベルクで、カトリックの家に生まれた。ベルリン大学、ミュンヘン大学、ストラスブール大学などで学び、1916年、レア・ウェルト・デ・シュターティーズ・ウント・ダイ・バドイットンで、 アインザル年で、教授資格取得。同年、兵役につき、また、セルビア人女性と結婚。ボン大学、ベルリン昇科大学、ケルン大学で教授を歴任した後、ナチス政権が成立した1933年から1945年まで、ベルリン大学教授。独自の法学思想に依拠して、第一次大戦後のワイマール政権下、議会制民主主義。 自由主義を批判した。また、ナチスが政権を獲得した1933年から、ナチスに協力し、ナチスの法学理論を支えることになる。しかし、ナチス政権成立前に、著書、合法性と正当性において、共産主義者と国家社会主義者を内部の敵として批判したことや、ユダヤ人の風合プロイスを称賛したことが原因で、 1936年に失脚する。第二次世界大戦後に逮捕され、ニュルンベルク裁判で尋問を受けたが、不起訴となる。その後、故郷、プレッテンベルクに陰性し、著述活動を続けた。また1950年代からは、国際法を研究した。陰性してからも多くの人が訪れ、法有であったエルンスト・ユンガーは、もちろん、ヤーコプ・タウベスや、 アレクサンドル・コ・ジェーブラと進行した。優柔不断な政治的ロマン主義者が最終的に権威に屈従していく過程を見つつ、思想的状況に決断を下す独裁者を要請した。また、政治的なものの概念等で展開された、とも敵理論や例外状態理論は名高い。1962年には、フランコ政権下のスペインで抗議を持ち、 その一部は後、パルチザンの理論として出版された。その中で、スペイン内戦を国際共産主義に対抗する民族解放戦争とみなした。バルター・ベンヤミン、レオ・シュトラウス、ジャック・デリダ、エティエン・ヌ・バリバール、ハンナ・アーレント、ジョルジュア・ガンベン、アントニオ・ネグリ、パウロ・ビルノ、スラボイ・ジジェク、アラン・バディウ、シャンタル・ムフ、ヤーコプ・タウベスらに影響を与えた。 とりわけ、アガンベン、デリダや、ムフラの読解によって、主権や例外状態といった、諸概念は、右派だけでなく左派の政治理論にも多大な影響を与えている。新保守主義は、レオ・シュトラウスを通じて、シュミットから影響を受けているともされる。アルバート・ゴンザレスや、ジョン・ユーラの法学論文が、その代表的なものであるが、カール・シュミットの論文を真似。 テロとの戦いという繊細な政治的課題に不法な戦闘員といった定義を挿入することにより大統領行政特権による執行の正当化を試みている。これらの論は拷問禁止条約などジュネーブ条約の人権保護規定や NSA のテロリスト調査計画を排除しかねないと言われている。また、デビッド・ルーバン教授はシュミットに関する研究論文の 数について、1980年から1990年までは5件のみであったところ、1990年から2000年までは114件、2000年以来は420件となっており、5年ごとにほぼ2倍になっていることを指摘している。第二次大戦前、戦中期、第二次大戦後政治進学現代議会主義の精神指摘状況ローマカトリック協会と、 政治形態議会主義と現代の大衆民主主義との対立国際連盟とヨーロッパライン地域の国際法的諸問題中立化と脱政治化の時代、富豪プロイス政治的なものの概念現代、帝国主義の国際法的諸形態、来非、国家、連邦法学的 C の3種類。ドイツ法学におけるユダヤ人学会への結合ホップズと、 全体主義全面の敵、総力戦、全体国家、レビアタン、その意義と挫折戦争概念と、敵概念日本のアジアモンロー主義、ジャンボダンと、近代国家の成立国中期、コビルヘルム・アールマン博士を追憶して価値による、先制政治進学に、あらゆる政治進学は一掃されたという伝説。ありがとうございます。